人揚げだこの席に着いた、ハーグレーブ。1894年11月、スタンウェルパークにて、ローレンス・ハーグレーブは、オーストラリアの発明家、航空工学のパイオニアの一人で、有人動力飛行には成功しなかったが、彼が1880から90年代に研究、開発した、箱だこや航空機用、ロータリーエンジンは、後の重航空機に影響を与えた。 ハーグレイブはイングランドのグリニッジでジョン・フレッチャー・ハーグレイブの次男として生まれた。そしてウエストモーランドのカークビー・ロンズデールにある王立のグラマースクールで教育を受けた。彼は1865年11月5日にラ・オグ号でシドニーに到着し家族でオーストラリアに移住した。彼は職を見つけてからエルメール号でオーストラリアを就航した。 イギリスでの学校時代に数学の才能を見せていたとはいえ、彼は大学入試に失敗し、1867年に義士見習いとしてシドニーのオーストラリア蒸気船会社に雇われた。後に彼はこの経験が試作機の組み立てに極めて役立つことに気づいた。1872年義士として彼はニューギニアへと航海した。しかしマリア号は難破し、 1875年に彼は、再び義手として、ウィリアム・ジョン・マクレイのパプアワン探検に出版している。1875年10月から1876年1月まで、彼は、オクタビアス・ストーンの指揮下で、ポートモレスビーの奥地を探検した。そして、1876年4月には、ルイジ・ダルベルティスの遠征に加わり、フライ川を400マイル以上も遡った。 1877年、シドニーに戻ると、ニューサウス、ウェールズ王立協会に加入し、1878年には、シドニー天文台で女子となった。彼は、約5年間この職にあり、一応の技能を身につけた後、1883年に、辞職して、残りの人生を研究に捧げることにした。ハーグレーブは若い頃から手術だったの実験に興味を持っていた。ことに、 飛行機会には関心が強かった。1885年に父が死んで遺産を相続した時、彼はフルタイムで研究に専念するため天文台をやめ、しばらくの間は鳥の飛行に特別の注意を払った。彼はスタンウェルパークで自分の飛行機会とともに実験三昧の暮らしをすることに決めた。この場所は地形、風に関して極めて実験に向いており、 今日のオーストラリアではハンググライダーとパラグライダーの名所となっている。驚くほど生産的な経歴においてハーグレーブは数多くの装置を発明している。しかし彼はただ一つも特許を申請していない。彼は金銭を必要としておらず、そしてまた科学上のコミュニケーションをさらなる進歩への鍵だと情熱的に信じていたからである。 彼は多くのモデルを作り実験を行った。そして結果をロイヤルソサエティ・オブ・ニューサウスウェールズ氏に連続して発表した。1885年のジャーナルプロシーリングスに載った2編の論文は彼が成功への初期段階にあったことを示している。1893年及び95年の論文では飛行機械用のエンジン及び 分割式のタコに関する実験が報告されている。ハーグレーブが1880年代に製作した模型飛行機はゴムや圧縮空気を動力にしており、成功裏に飛行した。1890年頃のモデルには数機のオーニーソプターも含まれている。1889年に彼はロータリーエンジンを開発したが、あまり注目されず、1908年に再発見された。 この形式のエンジンは初期の航空機には頻繁に使われた。ハーグレーブ自身は当時の低い加工精度や重量の問題により、このエンジンを使って自力離陸が可能な飛行機械を作ることはできなかった。1894年11月12日、スタンウェルパーク海岸にて、ハーグレーブは4つの箱だこを使って自分自身を16フィート浮上させることに成功している。 このことは広く報道され、箱高の名は安定した飛行器具として確立された。ハーグレーブの箱高を応用したものとして、ガブリエル・ボアザンキ、アルベルト・サントス・デュモンの14ビスが挙げられる。また箱高は、オクターブ・シャヌールトを通じて、ライト兄弟にも影響を与えた。ハーグレーブの業績は、他の多くのパイオニアたちと同様、存命中には評価されなかった。 彼が作った数々のモデル機はニューサウス・ウェールズ州の知事に州への贈り物として提供の申し出がなされたが正式に拒絶されている。その後ハーグレイブのモデル機は経緯は不明だがドイツ人のある教授によってミュンヘン博物館に受け入れられた。ハーグレイブはまた水中抑制、ジャイロスコープの権利を応用した一輪自動車、そして 波動推進船の実験もしている。ハーグレーブは、中水炎の手術の後、腹膜炎を起こして1915年7月6日に死亡した。彼は太平洋を望むウェーバリー墓地に埋葬された。1966年から1994年に発行されたオーストラリアの20ドル紙幣の裏面には、ローレンス・ハーグレーブと 彼が設計した数々のグライダーが描かれている。スタンウェルパーク海岸を望むバルドヒルには彼の記念碑が立っている。1994年11月、スタンウェルパークではタコによる友人浮上の100年記念祭と再現が行われた。シドニー大学のザ・ローレンス・ハーグレイブ・プロフェッサー・オブ・エリノーティコル・エンジニアリングとモナシュ大学のハーグ・アンドリュー工学図書館は 彼を叩いて名付けられた。出展、シンガータ、技術の歴史級出展、EN、オーニソプター出展、ギブズスミス、ライト兄弟と初期の飛行を出展、根本聡トパイオニア飛行機物語出展、シンガータ、技術の歴史級客中、英語版に画像あり。ありがとうございます。